はい、どうも、こんにちは。兄にお疲れ。今日は2019年の3月の18日、17時21分です。よろしくお願いします。ずっと、カズさんのスパーリングっていうか練習会見てたわ。はい、お疲れ、わだつ。お、金魚姫いらっしゃい。面白かったわ。ティスさんっていう人、よかったな。なんか今日、みやびさんいなかったね。みやびくんいなかったよ、みやびくん。練習してないのかな。東京にいるんじゃないの？いなかったね。いなかった。見たかったけどな、どんな感じに仕上がってるのかね。見たかったけど。告知で名前あったからいるのかと思ったらいなかったね。どんな感じなんだろうね。でもテイスさん見てて思うけどさ、やっぱりあれだけ体鍛えてる人でさ、スタミナ上がるわけじゃん。最後スタミナ切れてたじゃん。だから、まあスタミナ大切だなと思って いや、ただそれだけなんだけど スタミナって大事だよねっていう だからよく俺もスタミナねえ、スタミナねえって叩かれてたけど じゃあ実際やってみろよって思うよね あんだけ体鍛えてる人でね 画質、いや、普段と一緒ですよ。はい、変わってないですね。普段と一緒。ちょっと調整かけただけですね。最近自分がいいなって思う色合いとかが作れるようになってきた。フォトショップとかライトルームっていう映像の勉強やってるからね。画質が良くなってきたね。俺もこの後走ろうかな。ちょっと喋ったら走ろうか。まだご飯食べてないんだよね。まだご飯食べてない。お腹すいたよ。はい、ワドツー。お腹すいたな。喉渇いた。ちょっと水持ってくるわ。モトさんいらっしゃい。減量していかないとな。全くジム行ってなくて、全くミットもサンドバッグも叩いてないから不安だよね。大丈夫かな。多分下手になってるぜ。毎日5キロぐらいだね。5キロ。30分ぐらいだね。はい、ロンロンフレッシュさんはどうぞ。いらっしゃい。後で走ろう。今日は夕方走る感じで。涼しいでしょう、多分、今日は。原田さんとこ募集してた？
どうなんだろうね。どうなんだろう。朝から嘘。マジで。それ安いくね。まあ2時間ぐらいが限界だと思うけど。マジで。え、マジで言ってんの。安くない？ビギナー1000円って。朝から17時まで1000円。お、いいかもな。安いね、それは。行こうかな。なんかね、ゲームのね、配線届いたんだけど、1時間ぐらいね、手こずったんだけど、セッティングができなかったわ。なんかね、ゲームの音は出るんだけどね、映像が出てこないんだよね。なんかパソコンのドライバーの接触不良だと思うんだけど、残念ですがゲーム配信はダメっぽいっすね。カズさんに教わりたいよね、やっぱね。カズさんに教わりたい。カズさん教えんのうめえかな。カズンさん、いや、めちゃめちゃうまいよ、教えんな、あの人。テクニックだいぶ上達したもんね。だから昔の VTR とか見てて、VTR っつうか、カズさんから教わったやつ見直して、ドレさんの見ながら見てたね。普通に面白かったかな。見てみようか。みやびはなんで練習しないんだろうね。はい、スーパークリックさん、こんにちは。懐かしいよな。音楽追加しよう。音楽どこだ。音楽、音楽、あれ、音楽どこだっけ。音、音、メディアソースか。メディアソースの曲と、どれだっけな。ちょっと待って、ね、どの辺だったっけ。これとかそうか。この人がここのあのジムの経営者の方で、カズさんの元セコンドの方なの、この人は。懐かしいよね。久々に見てみるか。だからあのテシさんと俺が同じスタイルだね。ピーカブ、あのインファイターで、テシさんの方が超接近戦だけど、俺は接近戦だね。この人うまいんだよな。この人アウトボクサーの人で、
もうカウンター取られた。早いんだよね、この人、ジャブ。スピードがすごいよね。難しいな。うわ、うまい。 やっぱタイミングとスピードなんだよね。パワーじゃないんだよね。音出しだってなんか変。オッケーオッケー、すまんすまん。いい、ナイス、しっかり見てる。オープン、さすが、しっかり見てる、素晴らしい。音出しだと変だ。オッケー、ナイス、オープン。オープン、どっちから自分で気持ち見て聞いてない、聞いてない、聞いてない、聞いてない。あ、今の惜しいね。難しいな。これの前のやつあったっけ？あ、これの次のやつがあるんだ。あ、これきつかった、覚えてる。これきつかったな。これ超きつかったね。ボンって響くんだよね。懐かしいな。いいな、俺もジム行きたいな。久々。スパパパンって懐かしいな。ヒカルくんにも会いたいな。最近全然会ってないな。決めの一打なんだよね。だからステパンチでパン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 って打って。
ボディやってるよ、さっきから。やってるやってる。ボディ叩いてるよ。あ、でも顔面が多いね、やっぱ割合的にね。割合的に顔面が多い、ね、うん。ごめん早くてっつって。ほらボディ、今のボディだね。これ。そうボディもやってるよ。下上下ってやってるよ。なかなかね見慣れてないと分かんないよね。みーすけさんって呼ばれてるね。当たんねえテレフォンの。びしゃびしゃだもんな、汗。2時間ぐらいやってるもんね。超きつかったな。前半のやつ見てみようか。きついどころじゃないよ、もう息だよ。だ前半の方がやっぱ動きいいもんね。光くんとはやってたっけな、この日。ガード下がるね。おい、バカありがとう。これ思い出した、使った。思い出した。あのね、力入んなくなんつうんだろうね、うーってなるんだよ。あの至近距離で避けられるからな。全然当たんないんだよ。やばいよね。格闘技やってると分かるよね。ボディのフェイント引っかかっちゃうもんね。はい、残り27秒ラスト思いっきりいきましょう。ナイスだ、ワンツー、あーワンツー、おー、ナイスだ、ナイスいいね、ワンツー、あーナイスいいね。早い。
早い意味が分かんないぐらい早い。この日はヒカルくんとはやってないんだ。ヒカルくんとやってるやつとかないのかな、見てみたいな。ヒカルくんとやってる、ヒカルくんとやってないんだな。ヒカルくんとやってるやつないね。これはどれさん主催の方だ、こっちは。懐かしいな、これ初めましてだ、うん、あ、当たんない当たんない、絶対当たんない。おお強っすげえすげえ強い早くて何もらったか分かんなかったもんね、この時アッパーみたいな、うん、ほら奥手のアッパーだったんだ。見えないよ、ね、すごいよね。右キックだけで左やらなかった。あ、そうなんだ。うん、いやドレさんのはほんときつい。トラウマだもんマジで。ワンの時のドレさんのスパー見る。トラウマだよ本当にこれ。しかもキックルールだったんだよねワンの時。おー、カウンター2発目。うドレさんのやつ見るか、昔のやつ。これ未だに怖いもんね、あれ。そうなんだよ、パワーじゃないの、相手の力使ってるんだよね。あ、でも面白いよ、やってみるといいかもよ。あ、そっか、サウスポーなのに逆でしてくれてんだ。で、あの左右逆でやってくれてんだ。3発目のカウンターすげえな試合すごいよね、3発カウンターさ、練習でスポンスポン抜かれるからね。あれどれだったっけ、ドレさんとやったやつ、ドレさんとやったやつどれだったかな。んなんでミモさん、あれミモさんなんで出てくんだ。気になる匂いにブレスケア、お腹の中に直接届き、ぐんぐん溶けて懐かしいよ。わ、テルだ。懐かしいな、ここのジムも。いや、スタミナあった方が絶対強い、達彦と光る。あれ、何の回だったっけな、何の、いつだったかな、覚えてねえな。あ、これ便所さんと俺やったんだっけ。うわ、これ見てみたいな。あれ、俺便所さんってやってたんだ。うん、難しいな。パンチ多分全くダメ。あのね、パンチ力はいらないよ。スピードとタイミング合ってれば、だから上手い人ほどドレさんとかもパワー全く使ってないんだよ。スピードとなんかタイミングスパーンって合わせて、かま、なんつうんだろう、バランス崩すみたいな、ちょこんってちょこんってパンって当てるんだよね。パワー全然いらないよ。
インパクトっていうか、うん、俺もみんなパワーだと思うじゃん。全然上手い人はパワー使わない、じゃないと12ラウンドとか10ラウンドとか戦えないよ。そうだから、なんていうのかな、強ついてスポンと抜くっていうか、タンってこうスパンって、この頃下手だよ動きが全然ダメだもんね。下手だなやっぱ、ワンの頃下手だなワンの頃下手、見れないワン下手、ワン下手で見れない、もう恥ずかしい、うん、タイミングの中にスウェーバックはあんま使わないかな。俺はインファイターだから、スウェーバック、バックステップしちゃうかな、俺は。スウェーバックっていうよりも。バックステップしちゃうね。左右に避けるのは、うん、やるね。ダッキングとかウィービングとかね。スウェーバックは体を後ろに倒すやつだね。あれだよ、スウェーバックはあれだよ、日高さん得意だよ、日高さんよくやる。なんか面白そうなのあるかな。うん、あの人はなんだっけ、あのチャンピオン、なんかすごい有名なチャンピオン好きで、なんつったっけな、名前出てこないけど、ちょっと特殊な戦い方するんだよ。見てみようかな。ここがね、原田さんのマッハ道場だね。ちょこん触られた。触。ない。タンタンタンって綺麗だよね。スパーリングやりたいな。これすごいと思ったな、この体返すやつ、コーナーワークってやつ。この後カウンターのうまっ。面白いね。いやー、やりたいな。やりたいな、うん。ブン。いいな、ジム行きたいな。試合当日までもしかしたら一回もジム行かないかもしれないから。
セブンさんサウスポーだっけ？右キックだけで左がやんなかったんだ。腕上がる、腕ね。いや、腕よりもね、なんかね、あのね、なんか変な、背中とか凝るんだよね。背中と腰と、裏なんだよね、この裏の筋肉っていうか。パンチって全部裏の筋肉が、筋肉痛になるの。背中でかいじゃん。ヒットマンというか、なんか背中こんなんじゃん、みんな。わかる？なんか、ボクサーの人とか背中がでかい。ヒットマッスル全部背中なんだよね。腰の回転で打つから。背中がよく張ってたかな。楽しいよ。かっこいいよ。ドレさんも背中でかいもんね。ドレさん、まあ胸筋も前もでかいけど、全部でかいけど、やっぱ格闘技パンチ系の人はみんな背中がすごい、こんな体だもんね。かっこいいよね、あれね。じゃあ走りに行こうかな、俺。走ったら何食べようかな。着替えっか。体重測ろう。体重測って筋トレ行こう。筋トレじゃなくてあれ行こう。トレーニング。トレーニングっつうかランニングだよね。いや、俺ストイック嫌い。怠け者だから。72キロ、72キロ覚えといてみんな。今日は72。
あ、ダメだ、忘れてた。ダメだ、今日ロードワーク行けねえや。忘れてたわ。ロードワーク今日できない。ロードワークできないわ。Wi-Fi の契約切れたんだ。忘れてたわ。Wi-Fi の契約切れて、お金払わないとダメだったんだよ。忘れてた。Wi-Fi がない。忘れてた、どうしよう。なんと、なんとなんと、外配信できないんで今俺。家の前でシャドウでもやるじゃ。家の前でシャドウの練習にするか今日は。それだったらできるかな。シャドウやるか。どうする？家の前だったら電波あるから。そうしよっか。で、家の前でシャドウやります今日は。